これは同じだと。それで、まあ、見送り同じとかね、あるいは人を知っても言うことができる。で、これも、まあ、前にも、まあ、触れましたけど、弥勒の妙学の悟りは遅く、我らが滅度に至ることは即騒乱ずるなり。彼は五十六五七千万歳の暁を御し、これは竹膜を乱することなり。竹膜、下に竹がありますので、竹の皮、竹の内部についている膜、非常に薄いですからな。極めて薄い。もう我々はね、まあ、もう悟りに非常に近い、ね、ということをこう言うんですね。これがまあ前回、まあ、書きましたけどね、親鸞聖人が五十六億七千万弥勒菩薩は年を経ん、誠の信心を得る人はこの度悟りを開くべしなる。あのまさな五十六億七千万、結局同じね、東学の位になっても弥勒様はね、五十六億七千万、七千万年後のことになると、こう説かれてるんです。ね。56億七千万年経ってから、この地上に現れていることだって、お釈迦様と同じような悟りを開かれ、我々に説法してくださる。だからまあ、五十六億七千万ね、それだけまだ遠い未来のことだ。ね。ところが、我々はね、誠の信心を得る人は、この度悟りを開くべし。ね。結局真実真理の我々はね、この世の因縁が終わり次第仏様になるんだ、ね、そういう意味でね、まあ、親鸞聖人は我々の方が先に悟りを開くことができるということを言われるんですよね。彼はそれから弥勒のことですよ。善トンの中のトン、これはトンの中のトンだ。彼は善トンの中のトン、善とはゆっくり、トンとは早い。善とのは、トンはトンでも、善との中のトン、ね。これは我々だ。我々、他力の人は、トンの中のトンだ、ね。トンの中のトンだ。これ、だいぶ前の時にもね、この話が出たことがありましたけどね。これについては、ちょっとね、資料を添えてもらっておりました。13ページのね、13ページの五徳章というのね、五徳章という、これはもちろん親鸞聖人の書かれたものですけどね、書かれたものはね、13ページのね、上下二巻に分かれているところから二巻上とも称される。上巻は仏教全体の中で、浄土真実の教えの意義を親鸞聖人独自の競争反逆によって示し、まあ、競争反逆というのは、まあ、これね、宗教全体をね、こう、優れた宗教、踊った宗教、というようなことで、こう、判別していくという競争反逆というんですか、そこに、こう、具徳書に読まれております。ちょっと飛ばしますけどね、そこでちょっと飛ばして、13ページのところですよ。何行か言った後、上巻の教範は理想至上と呼ばれ、仏教は大乗、小行、頓行、全教、南行、異行、超道、浄土、凡教、実教、